こんにちは、ナインです。本日もご視聴いただきありがとうございます。ちょっと皆様にね、ご挨拶が遅れてしまったんですけれども、無事8月いっぱいで私の今年の目標である YouTube チャンネル登録者数5万人を達成することができました。本当にありがとうございます。ちょっとね、ちゃんと感謝の動画をお作りしたいなと思って、5万人達成を金額に質問コーナーを設けたいなって思います。なので今回ですね、こちらの動画に何か質問聞いてみたいことだったりとか、ご相談があればぜひコメント欄の方に残していただけたらと思います。で、今回の動画はですね、私がこの間ね、ハワイに行ってきました。毎回私が海外旅行行くたびに肌がめちゃめちゃ荒れるの、なんでっていうぐらいすごい肌荒れしません？ここで私が今回海外旅行に行ってきて持って行って良かったものと、これは持って行ったら良かったなっていうものと、持って行ったけど使わなかったっていうもの、あとは海外旅行で肌荒れをしないための秘訣をね、ちょっと今回はご紹介していきたいと思います。ゆるゆるっとちょっとおしゃべりしながら、ハワイでのエピソードとかね、お話しながら、今日の動画は楽しんでいただけたらと思います。クラムしちゃけばいけよ、口中にない。まずはじめにですね、今回の海外旅行で私が改めて感じたことがありまして、とにかく私肌がすごい乾燥したの。なんでこんな肌が乾燥するのっていうぐらいすごい肌が乾燥しまして、で、なんで海外旅行の度に毎回肌が荒れるんだろうって考えた時に、やっぱり睡眠だって思ったんですよ。やっぱ海外に行くと時差もあるし、もう体内時計が狂ってるわけですよね。あとはやっぱりこう一日中歩き回ってるし、疲れてるし、睡眠不足、この2つだって思ったんですね。で、やっぱり睡眠不足って美肌に本当に敵だなって思って、私が9点目変わり期間中にすごい頑張って動画制作をしたわけですけれども、その時もやっぱストレスと睡眠を削りながら制作をしてたわけですね。で、なんかいつもだったらできないニキビが急になんかでき始めて、え、なんでみたいな。で、なんか顔も凝り固まって、すごいなんか顔も変だし、クマやばいし、オンマが9点目がありの動画見て、クマすごいよって笑われましたということで、今ちょっと休暇中で日本に帰ってきてて、もうぐっすり眠って、美味しいものもたくさん食べて、ストレスフリーですごい肌が生き返って、今肌状態抜群にいいんですよ。その時悟ったの、あ、やっぱり睡眠って美肌に超大事だなって、美肌の基本は睡眠だってその時に改めて感じました。なので、やっぱりその綺麗なお肌っていうのは何を使うかとか、スキンケア法とか、まあ、皮膚科での治療とかももちろん大事ですけれども、何よりも内側のケア、何と言っても大事だから、不規則な生活、偏った食事だったりとか、ちゃんと寝ない、睡眠が足らない、あとは過度なストレス、この3つ、もう美肌の大敵ですよ。使うものももちろんなんですけれども、ちょっとまずはね、自分の内側のケアっていうのをちょっと見直して見ていただけたらなと思います。あとはやっぱり適度な運動とかも大事ですし、あとはこれはなんか美肌にいいのかわからないんですけれども、私1日約2リッターの水を飲むようにしてるんですね。で、私がピラティス行った時にピラティスの先生に、すごい水飲むねみたいに言われて、やっぱりなんか肌綺麗な人ってすごい水飲むんだねって言われたんですよ。でも正直、水をたくさん飲んでるから肌が綺麗かっていうのはちょっとわからないんですけれども、この根拠については。でも、まあ、それも一理あるかなって思うのと、やっぱり適度な運動っていうのは美容のためにも本当に必要だなって思いました。なので、まずはやっぱね、普段の生活、そこもね、ちょっと自分大丈夫かなっていうのを気にかけてあげてほしいなと思います。私も前職で、うわストレスみたいな、超ストレスなんだけどっていう時に、家帰ったらニキビがポツってできてたの。だから本当に過度なストレスも良くない。で、今回ね、ハワイに行ってこれは絶対守るぞって思ったことが、やっぱり美白なんですけれども、とりあえず美白といえば日焼け止めですよね。一番エイジングを安くできる方法、これ他の動画でも伝えたんですけれども、それが日焼け止めなんですよ。日焼けすることでどれだけ老化に影響を与えてるかっていうことなんですよね。で、日焼け止めって紫外線ブロック効果が高いほど肌ってすごい乾燥するんですよね。でも、もうそんなのどうでもいい、もう乾燥してでもいいから、私はもう日焼け止め塗りまくろうと思って超塗りまくってました。まあ案の定超お肌パッサパサになっちゃったんですけど、私が今回ハワイで持ってきた日焼け止めをご紹介します。1つ目がこちら、ドクタービウムグルタシカアクアサンクリーム、こちらを今回選択しました。で、なんで私がこちらをね、今回選択したかと言いますと、ドクタービウムの日焼け止めは私のお姉ちゃんもオンマも気に入ってて、これね、いいのがまず24時間日焼け止めをブロックしてくれるんですね。塗り直しちょっとめんどくさいじゃないですか。私も基本化粧直ししないタイプですし、
塗り直しとか本当めんどくさくて嫌なタイプなので、24時間 UV ブロックまず1つ目で、2つ目がクーリング効果があるんですよ。お肌をこう即時肌温度を下げてくれるので、まあ、ほてったお肌っていうのはベースメイクも崩れやすくなりますし、肌荒れにもつながってしまうんですよね。なのでクーリング効果があるっていうところもプラスポイント。あとはブルーライトカットもできるんですよね。やっぱりその携帯をずっと見てるだけでも肌がくすんできてしまうので、そこもねちょっと加点ポイントでした。ということで今回私はこちらのドクタービュームの日焼け止めプラス、最近ね2種使いに私すごいハマってまして、日焼け止めも2種使いしました。それがこちらレプコスサンチエイジングサンクッション、こちらを持ってきました。こちらはクッションタイプの日焼け止めなんですけれども、レプコスの日焼け止めいいところが汗をかいても運動した後でもちゃんと紫外線をカットしてくれるよっていうものなんですよ。で過去に私が動画で紹介した時にこちらだけで12時間、もう一つのサンセラムこちらだけで12時間、合わせて使うと24時間日焼け止め効果を発揮しますよって言って、まあ、セットで使うことを推奨させていただいてご紹介させていただいたんですけれども、なんで私が今回こちらをね使わなかったかと言いますと、これすごくいいんですよ。肌すごいツヤツヤになって綺麗に見えるんですけれども、ちょっとさ今暑いじゃないですか、夏で暑いし、なんかやっぱ皮脂が出てそこにツヤもプラスされちゃうとちょっと肌ギタギタして見えちゃうかなと思って、今回はねこちらを持っていかなかったんですね。なので私はこちらで汗をかいた時にもちゃんと大丈夫なようにこんな感じで合わせて2種セット使いをしました。でも意外とねハワイが暑くなかった、日本の方がすごい暑くて、あのねハワイであんまり汗かくことなかったですね。とりあえずこれを2種使いして思ったよりも焼けなかったかなと思います。でもなんだろう、暑くないんだけどやっぱハワイの日差しってすごい強いなと思って、多少やっぱ肌がくすんでしまったので、そこはちょっとこれからの私の課題かなっていう感じで、とりあえず皆さん紫外線の強いところに行かれる際はもう乾燥しても何ででもいいから、とにかく日焼け止めしっかりと塗ってください。本当にゴテゴテに日焼け止めは塗っておりますので、案の定肌は超乾燥したんですけれども、それでもねまあ肌が焼けるよりマシかなっていう感じ で、ちなみにこちらのラプコスの方はエイジング機能も入ってます。なのでまあシワとか気になる方とか、私の視聴者様40、50代の方とても多いので、エイジングケアも一緒にできるってそこプラスかなと思います。で今回私が持っていった化粧水、これは持っていってよかったなって思ったものなんですけど、こちらワンシンのナイアシアミドグルタチオントナーです。もうこれをねバシャ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 使ってたので半分ぐらい使ったんですけれども、とりあえず美白刺繍っていう感じで、化粧水はとにかく美白成分が入ったものを持っていこうと思って今回こちらをご選択しました。こちらですね結構サラサラしてるタイプで、まあドロドロが好きな方は物足りなく感じるかもしれないんですけれども、夏には私的にはすごい使いやすい使用感でしたね。メイク崩れとかにも影響なかったですし、こちらを 2,3 回レイヤリングしました。で結構やっぱ日焼けした後ってなんか美白成分強かったりするとお肌がシミたりピリピリしたりすると思うんですけど、こちらのワンシンのはそういう紫外線をたくさん浴びたお肌にも刺激なく優しく使えたので、結構そこら辺もねすごくいいなって思いました。なのでちょっとこう焼けたお肌をしっかりケアするために化粧水からもねちょっと美白成分たっぷり入ってるもので今回持っていって大正解でした。で次はですね、これは反省点なんですけれども、皆さんクレンジングはお気に入りのものを必ず持って行ってください。旅行の時ってちょっとかさばるもの持って行きたくないじゃないですか。あとはなるべく液が漏れないものがいいじゃないですか。で私は今回本当はね私乾燥肌なのでクレンジングミルクを普段使ってるんですね。これは私の動画でも何回も言ってきたことなんですけれども、で私が気に入ってるのがこちらのメイクプレムリリーフモイスチャークレンジングミルク、こちらをすごい気に入ってて、もうクレンジングミルクの代表といえばこちらなんですけれども、ただちょっと旅行用には向かないじゃないですか。大きいしかさばるし、なんか漏れたら嫌だなとか思っちゃうし、それでまあ普段だったらほとんど使わないクレンジングバームを持っていきました。バームだったら絶対液漏れしないし、でチューブタイプのものだったので、まあ、持ち運びにいいかなって思って持ってったんですけど大失敗でしたね。やっぱり乾燥肌さんにはクレンジングバーム油全部取っちゃう、クレンジング力高いんですけれども油全部取っちゃうから肌すんごい乾燥するんですよ。まあ日焼け止めたっぷり塗ってるから、そこでもうすでに肌が乾燥してるところへクレンジングバームで私の大切な皮脂を全部奪い取られてしまって、ああ失敗だったなっていう感じで、ただクレンジングミルクだとポイントメイク落とせないんですよね。マスカラとか結構ウォータープルーフのを使ってしまうとベッドリムーバーが必要なので、あそこでめんどくさいなと思って私はもう洗浄力の高いバーム持ってこうって思って持ってったんですけど、やっぱりクレンジングは
もう気に入ったものを持っていくべきだったなとちょっと反省しました。で、やっぱ旅行中体内時計狂ってるわけですよ。肌もすごい乾燥するわけですよ。そういう時にはやっぱお肌の保湿を守ってくれるクレンジングミルク持ってっとけばよかったと思って、ちょっとそこで洗濯ミスっていう感じです。で、やっぱりそのクレンジングバームっていうのもクレンジングオイルと一緒で毛穴に全部詰まるんですよ。だから吹き出物ができるの。案の定なんかプツ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 とかなんかコメントできちゃうし、あ、これ完全に失敗だったなと思って、あ、クレンジングミルク旅行中絶対乾燥するし、ミルク本当に持ってっとけばよかったなって、そこ反省点です。ただそこで私の乾燥したお肌をちょっとでも保ってくれた、持ってきて本当に良かったって思った洗顔料がこちら、デラトゥブフォームクレンジングです。はい、デラはですね、ここ最近私がよくご紹介してて、あの韓国のホームエステティックブランドなんですよ。なんかサイズ感もちょうどいいし、保湿もしっかりできるし、タンパク質ケアもできるからいいかなって思って旅行に持ってったんですけど、大正解でした。これを使うだけでお肌が柔らかくなるの。あとはこれを使うだけで保湿ケアがしっかりできるんですよ。なのでクレンジングバーム使った後、私の肌がもうパサパサになってしまったわけですよね。そこをこちらのフォームで洗うことで、ちょっとでもこうお肌の保湿感をこう持ち上げてくれた感じ、保湿ケアをこちらでしてくれたんですよ。なんでこれは本当に持ってっといて救世主だったなと思って、これは大正解でした。私乾燥肌で突っ張る洗顔料本当に大嫌いなんですけど、これは私が今まで本当100個近くの洗顔料を使ってきた中で、もう限られた中の保湿力の高い洗顔料だなって思いました。で、よく最近ね、視聴者様からなんか化粧水とか保湿クリームとかこれこれ使ってるんですけど、それでも肌の乾燥良くならないんですよって、そういう質問をよく受けるんですね最近。で、その時に私が最近返してる言葉なんですけど、洗顔見直してみてくださいっていうんですね。なんでかっていうと、美肌の基本って洗顔だからなんですよ。どんなに保湿力の高い化粧水クリーム使ったところで、洗顔やクレンジングの時にお肌に必要な油分をがっつり取ってしまうと、どんなにそこでいい化粧水やクリームを塗ったところでカバーしきれないんですね。なのでクレンジングってお肌の土台を作る上ですごい大事な役割をしてるんです。結構クレンジングってなんか簡単に選びがちなんですけれども、実はクレンジングこそ選び方すごく重要。どんなクレンジングを使うかによってもう美肌かトラブル肌の分かれ道っていう感じで、さっきお伝えしたクレンジングミルクもそうなんですけれども、私がクレンジングミルクを使い始めて吹き出物ができなくなったっていう話を今まで何十回ぐらいもしてきたかと思うんですね。それぐらいクレンジング選びって本当に大事なので、乾燥肌さんでなんか化粧水とか保湿クリーム結構いいもの使ってるけど全然保湿良くならないなっていう方は、もしかしたらクレンジング選び間違ってるかもしれないので、まずはちょっとミルクに変えてみてください。もう一つ私が持ってきてよかったなっていうものがこちら、トコボコラーゲンブライトニングアイジェルクリームです。アイクリーム本当に持ってってよかった。本当は私アイクリーム気に入ってるのが、シャイシャイシャイのアイクリームもすごい気に入ってるんですけど、あいにく今回韓国に置いてってしまいまして、今回はこちらのちょっとジェルタイプのトコボのもの、まあ夏にいいかなと思って、暑いしまあクリーミーなものよりいいかなと思ってこちらを持ってったんですけれども、アイクリーム持ってって本当に良かったです。なんでかっていうと、肌本当に乾燥するんですよ。で、肌乾燥すると目の下の小じわ目立ってくるわけですよね。で、そうするとファンデーションとか塗った時もその小じわに全部挟まるわけですよ。なのでアイケアは本当に大事。アイクリーム持ってって大正解でした。ジェルタイプだったのでこうベタつきとかも全然なかったですし、みずみずしい感じで目の下が保たれて、まあ夏にすごく良かったなって思って、これはグッドチョイスでした。で、ここで持っていかなくて良かったなっていうもの、ボナジュールレチノールパワーコンセントレートです。私のお気に入りのボナジュールのレチノールなんですけれども、私が夏こそレチノール使った方がいいですよってご紹介させていただきましたよね。で、なんでかというと、レチノールは皮脂抑制効果があるんですね。皮脂がたくさん出ることでメイクも崩れやすくなるし、毛穴も広がるので、夏で暑くて皮脂が出やすい時こそレチノールは美肌を保つために使った方がいいって思ったんですよ。皮脂抑制のなんか毛穴アンプルとかたくさん売ってるけれども、そういうのを使うよりレチノールを使った時の方が私は断然皮脂抑制効果を感じたんですね。で、レチノール A 反応、皮むけ、赤み、乾燥、いろんな A 反応ありますよね。で、私 A 反応本当に苦手なので、私が使えるレチノールって本当に限られてるんですけれども、そんな限られた私のお気に入りレチノールの一つがボナジュールなんです。
ボナジュールの代表もともと敏感肌なので、そんな方でも使えるスキンケアがまさにボナジュールのスキンケアです。なのでボナジュールのレチノールは本当敏感肌でも使えるものなので、私のねお気に入りレチノールでもあるんですけれども、今回の旅行は本当に必要なかったなんでかっていうと、肌がすごい乾燥したから、乾燥するところにレチノール使ってみて、もう乾燥かける乾燥みたいな感じでやばいことになっちゃうので、今回はね出番がなかったです。旅行中って肌本当に乾燥するなっていうのを今回改めて感じまして、逆に持ってけばよかったって思ったもの、まさにシートマスク。何でもいいと思う。皆さんのお気に入りのシートマスク何でもいいと思うので、旅行中シートマスク持ってっとけばよかったってすごい後悔した。なんか化粧水とかクリームとか美容液とかで頑張って保湿してもカバーしきれないの。そのぐらい乾燥がやばかった今回。多分日焼け止め頑張って塗ったのもあるし、もう体内時計狂ってたのもあるし、肌の乾燥が本当にひどくて、ファンデーションとか塗っても乾燥で浮いてきちゃうし、もうここら辺すんごい乾燥で皮むけしちゃったぐらいなのね。なのでシートマスクは本当に持ってっとけばよかった。うん、リアルバリアのねこちらのエクストリームクリームマスクは保湿力すごい高いので、これ持ってっとけばよかったなってちょっと反省で、今回私が持ってった美容液なんですけれども、こちらメイクプルームグルタミンアンチオキシデンスレディアンスセラムです。はい、ハワイで紫外線強い中で、とにかく紫外線で老化しないように頑張ろうと思って、抗酸化セラムなんですよね。グルタチオン、ビタミン、トラネキサム酸とか美白成分がたっぷり入ってる上に、グルタミンっていう抗酸化成分が入ってるんですね。お肌の老化の原因って酸化なんですけれども、抗酸化することでその酸化から守ってくれるんですよ。こちらが168時間抗酸化効果があるので、これは紫外線が強い中美白を死守しないといけない私にとって絶対に持っていかないといけないと思って、今回こちらのメイクプレムのセラムを選択させていただきました。成分的にこれは本当にぴったりだなと思って、紫外線強いところに行かれる方、抗酸化本当大事なのでしっかりとケアしてください。で、次はこちらトコボのリップマスクです。リップマスクって韓国でいろいろ売ってるじゃないですか。その中でも私がダントツで一番気に入ってるのがこちらのトコボなんですね。で、これがちょっと瓶で重たいなって思ったんですけど、これはもう絶対持っていかないと無理って思ったので今回旅行に持ってったんですけど大正解でした。私唇も本当に乾燥しやすくて、強い美白の歯磨き粉とか使ってるので唇もね皮がむけちゃうんですよ。で、日中にこう何回も何回も保湿のリップバームを塗り直さないと乾燥がしちゃうぐらい本当にね唇の乾燥がひどいんですけれども、このトコボは夜しっかりと塗っておくじゃないですか。そうすると日中塗らなくても保湿を保ってくれるの。普段の保湿の回数がすごく減ったの。なのでこれは重くても旅行に持って行って本当に大正解でした。で、次はですねちょっとベースメイク編をご紹介したいと思うんですけれども、今回私こちらのパネルのシカマヌセラムクッションとディオールのバックステージのコンシーラーを持っていきました。よれないメイクにはやっぱりベースって薄い方がよくって、それでノーファンデメイクとかも今まで動画たくさん出させていただいてるんですけれども、なんか最近思うことは、まあいい部分もあるけどなんかデメリットもあったなと思って、ちょっと申し訳なかったなって謝りたいです。なんでかっていうと、室内に長時間いる方とか秋冬とかだったら全然いいと思うんですよ、ノーファンデメイクなんですけど、長時間外にいる方、紫外線をたくさん浴びないといけない方はノーファンデメイクってちょっとリスキーだなっていうのを最近感じてきたんですね。なぜかというと、これは私が美容外科で働いててこういうことがあったんですね。男性と女性の友達同士でシミ取りレーザーで LINE されたお客様がいらっしゃったんです。で、2人ともゴルフが大好きで、まあゴルフしてるのですごい紫外線を浴びるわけですよね。で、男性の方は結構真っ黒な感じで焼けてて、シミ取りレーザーって結構強いレーザーなので、お肌が日焼けしてる状態だとまずレーザー受けれないんですよ。なぜかというと火傷のリスクがあるからなんですね。なのでちゃんと UV ケアしっかりとして、もうちゃんと間隔開けてからでないとシミ取りレーザーできないので、結局その方はシミ取りレーザーできなかったんです。だけど同じくゴルフ通ってる女性の方の方はOK だったんですね。その違いって何って思ったんですけれども、女性ってやっぱ日焼け止めもしっかり塗ってますし、さらにその上からファンデーションとかメイクしっかりしてるじゃないですか。そこの違いだったんですね。これは韓国のとあるメイクアップアーティストさんの方もおっしゃってたんですけれども、紫外線カットって
ただ日焼け止めを塗ってる方と、日焼け止め塗ってファンデーション塗ってコンシーラー塗ってパウダー塗ってバーってこうどん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 レイヤリングしてベースを完璧にねこう仕上げてる方、どっちの方が紫外線カットできてるかっていうと、しっかりメイクしてる方の方が紫外線カットできてるんですよね。つまりですよ、ノーファンデメイクってまあメイク崩れにくいし素肌感演出できてすごい綺麗な肌表現できる一方、外に長時間いて紫外線ガンガンに浴びてる方にとってはシミになるリスクすごい高いって思ったんですね。で、私も割とこうノーファンデメイクとか薄いメイクを結構長い間やってきた方で、なんかここら辺に細かいシミが見えるようになったんですよ。今までシミとか一切なかったのに。で、はっと思って、ああ、これが原因だったのかもって思ったんですね。で、そこから夏の時期とか長時間外に出ないといけない時とか強い紫外線浴びる時はもう崩れてでも何でもいいからちょっとベース厚めにしようって考えが変わりました。もちろんベース厚くすると紫外線はねしっかりとカバーできる反面崩れやすくなります。もうこれはセットになっちゃうからどうしようもないことなんですけれども、それでもシミできるよりマシじゃないって思って、そこから私は一番紫外線が当たりやすい頬の部位だけはちょっと厚く塗るようにしてます。そこでコンシーラーで、このディオールのバックステージのコンシーラーがなかなか良かった。シワになりにくいし崩れにくかったんですよ。だからデパコスで高いだけあるなと思って、これはねなかなか良かったです。ちょっと崩れやすさが気になってる方とかにはすごくおすすめです。なので私はもうここだけでもちょっと分厚く塗るようにして、あとはちょっと普通の量の感じでファンデーションは塗るようにしてます。ということでね、ノーファンデメイクを推してた私にとってはちょっとこれ足らなかったなと思ってちょっと反省点で、私の動画って常に更新されてるわけですよ。結構昔の動画を参考にして購入してくださる方もいらっしゃるんですけれども、それもありがたいです、嬉しいんですけれども、なるべく常に私いろんな新しい商品を試して、昔紹介してたこの商品より最近使ったこれの方がいいなっていう、こうどんどん情報がアップグレードされてるんですね、上書きされてるんですよ。なのでなるべくちょっと参考するときは昔の動画よりちょっと最近の動画を参考にしていただきたいなと思います。で、今回大活躍したベースアイテム2つ、 NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーとディオールクチュールルミナイザー、こちらのお色味ですね。今回ハワイでお姉ちゃんの結婚式がありまして、お姉ちゃんが現地の方のメイクアップアーティストさんにメイクを頼んだんですね。で、当日お姉ちゃんがメイクそろそろ終わるから、まあ、ちょっと手伝いに行こうっていうことでお姉ちゃんの部屋に行ったんですね。お姉ちゃん見たら、えみたいななんかポカホンタスみたいになってたの。えと思って、まずあるじゃない、なんか外国人の方の濃いメイク、もう韓国メイクとは真逆ですよね、正反対。外国人から見るアジア人ってこうなんだろうなっていう、もうまさに表現悪いかもしれないけどポカホンタスメイクでした。で、本当になんかもうポカホンタスみたいな顔に仕上がってて、お姉ちゃんの良さ何一つ生かされてないの。私がお姉ちゃんに韓国でプレゼントした美容施術全く意味ないっていうぐらい、お姉ちゃんが超美白にしたいって言ってたのに、まず肌の色超黒いの、ベースの色から超黒くて、でさらにうちって結構みんな面長なんですよ。で、お姉ちゃんもその面長を気にしてるのに、その面長をカバーするメイクをしないといけないんじゃないですか。その人の良さを引き出して端子をカバーするメイクをしないといけないのに、チークをすんごい斜めで入れちゃったもんだから、お姉ちゃんがすごい顔が長く見えるって言ったのね。で、次ごっついまつエクをつけたわけです。おもがながの人って上まつげをバサバサすると上に視線が集まるから下が余計長く見えるんですね。で、それもまずおもながに見えるポイントで、さらに上のアイメイクをすごいガッツリしちゃったもんだから、ここの余白がすごい大きいわけですね。じゃあもう全体的になんか目がつり上がっちゃってるの、すんごいきつい顔に見えるし、と思って、でなんかそのメイクさんが全部終わった時に鏡を見せて、どうみたいな聞いたの。で、お姉ちゃんが Great! って言ったわけね。で、私はいいんだと思って、お姉ちゃんこういうメイクでよかったんだと思って、まあ、本人の結婚式だし、まあ、本人が満足してるならいいやと思ったんだけど、その後にお姉ちゃんがちょっとこのメイクどうにかできないかなって私に助けを求めてきて、なんかもうポカホンタスみたいな顔になっちゃったみたいな、もうほんと泣きそうな感じで、あ、気に入ってたんじゃなかったんだって思って、そのメイクの最中に鏡を見せてもらえなかったんだって。で、全部終わってから見せてもらって、そんな全部終わった段階で全部直してなんか言えないから Great! っていうしかなかったんだって。そうだったんだと思って、もうみんなで必死でオンマとお姉ちゃんとも
化粧品かき集めてもう全部直したわけですよ。ポカホンタスを抜け出してやっと綺麗な仕上がりに仕上げたんですけれども、その時に大活躍したのがこのナーズのルースパウダー。私夏はね結構ナーズのルースパウダーを使うことが多くて、固形タイプとこの粉タイプがあるんですけど、今回私粉タイプを持ってったんですよ。でこれ結構ねしっかり塗るとお肌がすんごい白くなるので、お姉ちゃんがすんごい肌黒くなっちゃったわけじゃない。でとりあえずこれをバーって塗りまくってお肌のトーンを少しでも明るくしようと思ってこれ塗ったら結構ね肌が白くなったの。だからこれはちょっと大正解だったっていうのと、クチュールルミナイザー、これ結構ねパール感が、ダイヤモンドが強くてパール感がすごい強いので、これねちょっとこうキラキラ感を足してお肌が白く見えるように役立ったアイテムでした。やっぱさ、なんか結婚式のメイクってちょっとなんだろう、シンデレラみたいなちょっとキラキラしてた方が可愛いじゃないですか。だからこの2つはね本当に大活躍だった。うん、皆さんも海外で結婚式するときは外国のメイクアップアーティストさんより多分日本人の方とか韓国人の方に頼んでいただいた方が失敗はないと思う。びっくりしちゃったよね。多分ファンデーションも明るい色とか多分持ってないと思う。はい、でも無事にねちょっと綺麗なお顔に仕上げられて本当に無事終わってよかった。でインナーケアすごい大事だよって言ったじゃないですか。今回私が持ってったのがこちら。一つがアイロのファイタチオンで、こちらが美白のサプリです。うん、どんなにねやっぱ外側から美白ケアをしてもやっぱ内側ケアってすごく大事なので、美白サプリは私必ず飲むようにしてるんですけれども、ここ最近私がずっと取ってるのがこのアイロ。なんとなくねやっぱ肌のトーンが上がってる気がする。で思ったより焼けてなくない？ちょっとくすんじゃったけど思ったより焼けてないと思うんですよ。やっぱ内側のケアって大事だなっていうので、味も飲みやすいですし、私はアイロー推しです。でもう一つ私が必ず飲むようにしてるのが酵素なんですけど、私今まで本当にねいろいろな酵素を飲み続けてて、その中でも最も効果があったなって感じるのがプルムウェルネスの酵素。プルムウェルネスってほらドクタービウムと同じ会社の酵素です。一番これが酵素飲むとねやっぱ消化が早くなるから胃もたれしにくいんですよ。だから旅行中で結構なんか、しかもハワイだしなんか芋ばっか出てくるの。芋と重たいご飯、芋と脂っこい食べ物で胃もたれしないようにどうにかしようと思って必ず酵素は持っていこうと思って持ってったんですけど、その中でもこのプルムウェルネスドクタービューノの酵素は私的に一番効果を感じてます。これを飲むと本当に胃もたれが軽減されてすんごい胃が楽になるので、これはオンマもすごい気に入ってる。ここのすごくいいって言ってて個人的には超推しです。でもなんか酵素もずっと同じ種類飲み続けるのもなんかどうなのかなと思って、私は一定期間飲んだらちょっと他のブランドを飲むようにしてちょっと交互に飲むようにしてます。何が正解かはわからないけど、なんかずっと同じ薬飲むとなんとなく体が慣れてきてるような感じがして、そうならないためにも私はちょっと他のブランドをちょいちょい飲むようにしてます。で本当はねもう一個持ってったものがあって、それが乳管のダブルパワー。今手元にないのは全部飲んでしまったからなんですけど、今回9点目代わりでも4つ3つ30本入りを買いました。なんかあるインスタの記事で面白いなって思ったのが、フランス人の方がこうやって言ったらしいんですよ。日本人って面白いよねみたいな、なんで病気になった後にはお金をかけるのに病気にならないための予防にお金をかけないのみたいな、日本人って変わってるって言われたらしいんですね。やっぱ日本って健康のために気を使ってる方って他の国に比べるとすごい少ないなと思うんですよ。これアメリカに限らずだったかもしれないんですけど、その予防のためとか検診とかにすごい行くらしいんですね。でも日本って基本的になんか虫歯とかにならない限り歯医者とか行かない方がすごく多いと思うんですよ。これは歯医者に限らずやっぱ全般的に言えることだなと思って、だからその予防のために健康に気を使う方が圧倒的に少ないなって日本は思いました。韓国は最近サプリとかにすごい力を入れてて、そのインナービューティーものすごく力を入れてるんですよ。なのでそのオリーブヤングに行ってもサプリコーナー本当に多いですし、運動してる方確率めちゃめちゃ高いです。ほとんどの方が運動してる。まあその分やっぱジムとかの料金も安いですし、日本ってやっぱ入会費かかったりなんちゃらかんちゃらとかなんかすごいお金かかるじゃないですか。でも韓国って入会費とかもないし、私が知ってるほとんどのところは。で、やっぱ価格も比較的日本より全然安いんですよね。だからその分、やっぱこう気軽に通えるのかなと思うし、通ってる方が圧倒的に多い。こう健康に気を使ってる方とか、運動だったりとか体型管理をしてる方すごく多いですね。日本ってダイエットっていうと、なんか運動より食べない方が多くないですか？
特に若い子はそうかなって思うんですけど、だからね、なんかそこが韓国と違うなって私は最近よく思いますね。で、私も最近ピラティス通うようになって、もっと早く始めればよかったって思います。お姉ちゃんとおんまにもすんごい姿勢良くなった、綺麗になったって言われて、やってよかったって思います。その日本で帰ってる間にブランクができちゃうから、日本でも通うって思って行ったんですけど、全然良くなくて、その時にトレーナーさんの選び方って本当に重要だなって思いました。韓国で教えてくださってる先生は、終わった後にもうなんか体がねすごい整う感じをもう実感するの。日本で私が行ったところはそういうのもなかったし、物足りない、すんごい物足りない。だけどなんかもう他探しても一緒かなとか思って、とりあえずそこに通ってます。なので本当にトレーナーさん選びってすごい重要なんだなって改めて感じました。ちょっと話ずれちゃった。で、その入館のダブルパワーなんでおすすめかというと、疲労回復にすごい効くんですよ。旅行中ってやっぱいろんなところにいるから、やっぱ疲れもたまるし、体調も崩しやすくなるじゃないですか。で、私は体調管理も仕事の一環って思ってるんですね。なので普段からやっぱサプリすごい取るようにしてるし、こう食べるものもね最近すごい気を使ってる。栄養ってやっぱ食べ物からじゃあ全部摂取できないんですよね。で、この入館のダブルパワーは私が今までいろんなサプリを飲んできた中で圧倒的に疲労回復に効きました。ちょっと値段はするんだけど、でもその分すごい効果は高いので、で、それをね今回旅行中にもう家族分全員分持ってったんですね。で、オンマにもねその前からちょっとすごい疲れたっていう時に飲ませたら、効いてるみたいな。さっき本当に疲れて死にそうだったけど、さっきより楽になったって言ってて、60過ぎたオンマにも聞いたんですよ。で、お姉ちゃんにもどうって言って飲んでもらって聞いたら、ぐっすり眠れたって言ってて、みんな入館のダブルパワーは効果を実感してくれてました。ちょっとこう仕事で疲れ気味の方とか、絶対に体調崩したくないみたいな方とか、そんな時入館のダブルパワー飲んでみてください。まあちょっと値段が高いなっていうところと、あとは味は私は結構飲みやすかったです。これ液体タイプのって、中にはねちょっと飲みづらいのもあるんですけれども、柚子味に仕上がってて比較的飲みやすいので、まあ美味しいって言ってましたね。私も結構飲みやすいなとは思いました。で、私がちょっと気になるのは歯の色素沈着、結構ドロドロの黄色なんですよ。もうビタミン B たっぷり入ってて、ビタミンっていう感じなので、他のものよりかは結構着色するんじゃないかなと思って、私ほらホワイトニングやってるから歯に色つくの嫌なのね。だからなんかその色がつきそうでちょっと嫌だなっていう点はあります。だからなるべく歯に色がつかないようにめっちゃ奥の方に流し込んで飲んでる。でも入館のダブルパワー超おすすめなので、疲れ気味ですっていう方とか、風邪になりやすいですっていう方とかはぜひ飲んでみてください。あとはね、これ持ってっとけばよかったと思ったのがニキビパッチ。もう絶対ね、旅行中ニキビになるんですよ本当に。さっきも言ったんですけれども、吹き出物できるので、ニキビパッチは持ってっとけばよかったって思ってちょっと後悔しました。私が気にせるのが、ごめんなさいちょっと今手元にないんですけれども、大熊製薬、デウン製薬のニキビパッチ、これが一番効きます。私的には針がついてるのがあって、あれが大好きなの。針がついててね、チコってするんだけれども、速効性抜群なので、ちょっと一日でどうにかしたいなみたいな時は、その紫の針がついてるタイプおすすめですね。で、デウン製薬のニキビパッチいくつか種類があって、何がいいかってニキビの種類によってニキビパッチの用途が分かれてるんですよ。だから潰す前、潰した後、集中ケアみたいな感じで分かれてるので、そのニキビの状態によって使うものを分けられるんですね。なので私はデウン製薬のニキビパッチが超おすすめです。はい、ということで今回ねちょっとお話長くなってしまったんですけれども、やっぱり旅先でも美しく痛いじゃないですか、肌荒れ嫌じゃないですか。で、今回ねやっぱりいろんな国に行ってちょっと環境を変えてみるのも勉強になるなって思いました。ということで皆さん、本当に美肌には睡眠とストレスフリーって本当に大事なので、たっぷり寝ること、とりあえず肌の調子悪いっていう方はたっぷり寝るようにしてみてください。ということで、これからも皆さんのお役に立てるように美容情報をたくさん配信していきますので、ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クラーン、ウリンターメマンだよ。